こんばんばは、ででです。す。す。ラットですリです歴史はエンターテインメントドラマの方ではね姉川の戦いも終わってまあいよいよ武田信玄が家康さんのところに攻めてきて味方側の戦いが始まるかって感じだったんですが今日はね信玄さんがどうして兵を出したのかっていうお話をしたいと思います。 え、あれ、家康さんがなんかしたから怒ったんじゃないの <laughs> まあ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 、大きくは合ってます。間違ってはいません。<laughs> なんだけど、はい、信玄さん、怒ってましたね。ちゃんちゃんで終われないんでね。まあもうちょっとね、いろいろあったんだよってことでね、まあ詳しくお話をするんですけれども、そもそもですね、信玄さんが家康さんのことを怒ってるのは、A61 年、1568年に一緒に今川家を攻めようって言った時からずーっと怒ってますからね。A61 年に、まあ一緒に駿河と遠みを攻めて、で、信玄が駿河を攻め落としたはいいけど、その後、 怒った補助氏に責められて困ってる時に家康さんが信玄さんの弱みにつけ込んでとうとうみは俺のもんじゃ勝手に攻めてくんなーとかって一びった手紙を送った時から信玄さんは家康さんに対してむちゃくちゃ怒ってたんですよねただその時は目の前に北条っていう敵がいるし背後にも上すぎっていう敵がいるので一びっている家康さんに手が出せなかっただけでね状況が許せばすぐにでもボコボコにしたかったぐらい怒ってたのは間違いあります もっともね、あの、信玄が家康さんに手を出さなかったのは、信玄が信長さんと同盟を結んでいたからっていうのも大きかったんですよ。何だたって信長さんの後ろには将軍である足利義明がいますからね。やっぱり信玄としては、家康はむっちゃムカつくと。でも、信長さんと できるのはちょっとなぁ、もったいないなぁっていう躊躇があったんだと思います。実際、信玄さんは、信長さんに頼んで、将軍の足利義明に、越後の上杉謙信が攻めてこないよう、なだめてくれないか、仲介してくれないかなんてお願いもしているほどなんです。 でもって、信長さんとか足利義明が上杉謙信にいろいろお手紙を送って働きかけたおかげで、信玄は高校の憂いがなくなったので、A62 年、1569年に再び駿河に攻め込んで、駿河から北条を追っ払って駿河を手に入れてるんですよね。 じゃあ、信長さんにありがとうございますってお礼言わなきゃいけない感じですよね。うん、そうなんですよ。うんうん、信玄にしたら、この時期の信長さんって非常に利用価値があるので、もしね、家康を責めてしまったら、信長さんとの関係をね、切れてしまうじゃないですか。そうすると損だってね、考えてたみたいなんですよね。そんな信玄さんが、どうして信長さんとの関係を切ってまで家康を責めようと思ったのかって話ですよね。 家康のことが好きで、信玄さんは信長から家康を奪い取りたかったから。あなるほど。信長の家臣やめて、俺の方に来いと。俺の家臣になれば許してやる、る一度だけだかな、みたいな感じで。何 <laughs> ですかもう今回の大河は、DL でみんなが家康さんのことをラブラブな話になってるんでしょうかそれもありえるから怖いよね、今回の大河はね。<laughs> <laughs> 一応そうではなくて <laughs>、元気元年ね、武田信玄が再び鶴川を手に入れた、その欲と に姉川の戦いが起こるんですけど、前の動画でもお話ししましたけど、姉川の戦いって信長さんが大勝利して勝ったわけじゃないんですよね。信長さんが自分が勝った大勝利だって宣伝したから、そう信じてる人は多かったんですけど、まあ実際はアザも朝倉も大した被害は受けていなかったんですよね。そんな中、信長さんによってね初期の頃京都から追い払われていた三好三人衆っていうのが、野田城と福島城っていう、まあ今の堺市と大阪市にある城にこも で、信長さんに戦いを挑んだんです。当然、信長さんは、これの討伐に出かけるわけなんですよね。多分ね、三好三人衆との単独の戦いだったら、信長さん圧勝で終わったと思うんですけれども、この時なんと。 大阪の石山本願寺までもが打倒信長の戦いに参加してきたもんだから信長さんが全ピンチになってしまうんですね。それどころか、まさにそれとこうするかのように北から浅井桜の軍までもが南下してきたんです。だから南からは三好三人衆に本願寺、北からは浅井桜に攻められて信長さん絶対絶命になります。 三好さんたちはね、前、信長さんにおっぱらわれたから、その恨みで、よーしってなるし、阿財浅井も朝倉も今まで戦ってた相手だから、よーしっていくのはわかるんだけど、本願寺はどうしてあのね、一般的にはね、将軍を保持で京に入った信長さんが、まあ、いろんな寺社に野戦を求めたからだと言われております。 野戦というのは、まあ、軍資金のことですね、平たく言えば。で、信長さんが、戦のための銭よこせよこさんかったら、寺潰したるって言って、法外なお金を要求したので、石山本願寺の総主である賢女も、反信長の戦いに加わったんだって言うんですね。これはね、賢女が信長と戦うために、モントラにね、激文っていうのを出してるんですけど、その激文に書かれているので、そういう一面もあったとは思うんですが、ただ、信長の方はね、本願寺が裏切るとは夢にも、 思ってなかったみたいで、むしろ逆に本願寺とは良好な関係にあるって思ってたみたいなんですよ。なので、本願寺が戦いに参加したのは、野戦云々っていうことよりももっと他に理由があったのではないかとも言われているんですね。もともとね、本願寺、一向州の門徒っていうのはまあ日本各地にいたんですよね。家エスタの三河にもいたし、上杉謙信朝倉の加賀にもいたし、伊勢長島にもいたし、四国にも、もちろん近畿地方にも大勢いたわけなんです。各地にいる一 甲州の信者たちは基本その土地を治めている守護だとか、戦国大名だとかの支配下に置かれていたわけなので、その総本山のね。石山本願寺の宗主としては、うちの信者よろしくお願いします。あ、うちの信者どうもどうも会話がたってくださいね。みたいな感じで、その土地土地の支配者である。守護とか戦国大名とかと割と良好な関係を築くことによって信者を保護してもらうっていうまあ、必要があったわけなんですよね。普段からそんな感じで。関係 気づいていいいててるから、石山本願寺ののっうは、そんなつながりのある三好三人衆だったりとか、浅井だったりとか、朝倉だったりなんかがみんな信長さんと戦っているっていう状況になった時に、本願寺だけが、あ、いや、うちは信長さんに味方するんでっていうのは、ね、ちょっとなかなか <laughs> 言えなかったんじゃないのかっていうのが、本願寺が反信長の戦いに参加した最初の理由なんじゃないか。 戦いも最後の方になってくるとねもう信長も本願寺もね維持になっちゃった感はあるんですけど最初は本願寺はお付き合いいででで戦に参加したたっってうう感じではあったようなんです北と南から信長を挟み撃ちにしている状態でもし東からも武田信玄が攻め込んできたら信長包囲網コンプリートなわけですよ。でも信玄さんはその時の信長さんと手を組んでたんですよね うんうん、同盟をね、うん、結んでたんですが、実はね、信玄さんって、本願寺とのつながりも深いんですよ。そもそもね、武田家って、信玄のお父さんの武田信虎と、本願寺十代宗主の少女の時から仲が良く、次のね、信玄と賢女の頃には、お互いの奥さん同士が姉妹、姉と妹っていうね、鮎子同士の関係だった上に、なんとね、軍事同盟まで結んでたんです。 そんな権女が、反信長の兵を挙げるにあたって信玄に、うちの味方してよ、軍事同盟結んでるじゃんって手紙を送ってきたわけだ。ちょうどこの頃、武田信玄に敵対してた北条氏康が亡くなっちゃって、その後を継いだ北条氏政が、いや、もう一度武田と同盟結びたいんですって言ってきていて、信玄さんにしたら孝子の憂いがこれまた亡くなってたんですよね。 おまけに、やはりこの頃、信長の姪っ子でね、一旦信長の幼女になって、武田信玄さんの息子である武田勝頼、ドラマではね、前田ゴ合ドンくんがやってて、なんかむちゃくちゃ強そうな人物になってましたけど、彼に、まあ、嫁いでいたんですよね。この人がね、劉昇院っていう女性なんですけど、基本的に彼女っていうのは、織田とその武田の同盟を、まあ、結ぶために、勝頼に嫁いできていたわけなんですが、この劉昇院が、ちょうどこの頃、亡くなって、 しまって竹田と織田をつなぐ存在っていうのがいなくなってしまっていたんですさらにさらにドラマでもやってましたけれども同じ頃に家康さんが信玄の宿敵であるね上杉謙信と同盟結んじゃったわけなんです希少も送っちゃったわけなんですよ信玄にしたらとうとうみの恨み再び,再び再爆発って感じですよそれでも一応ね信長さんに家康なんとかしろよって言って では見たたんですが、以前もお話ししましまように、信玄の方ではね家康さんを信長の部下だ家来だって勘違いしてたんでねお前とこの生意気な家来なんとかせえって感じで信長さんに要求したんですけど信長さんにしたらいやいや家康さんは家来じゃないんでねいやそんなこと言われても無理だからっていう感じで家康さんを放置していたというかまあ正直それどころじゃない状態だったんでね。それでまあ手が出せなかったところ信玄にしたらさ家康には腹が立つ。 これもずっと腹渡ってるんですよ。それをきちんと管理できていない信長にも腹が立つ。ちょうど信長さんと同盟結んだ時の嫁も死んだし、敵対してた法上も味方になったから、さらに今んとこ信長を通して将軍にお願いすることもないし、軍事同盟を結んでいる権妙からも一緒に信長討とうよって頼まれたし、っていうことで、よし、じゃあ生意気ない家康に焼き入れたろうかって感じで、とうとうに攻め込んできたわけなです。 とということでね、武田信玄がなぜ信長との同盟を切り捨てて家康さんに攻めかかってきたのかその辺をねちょっと詳しく説明しましたけど分かっていただけましたでしょうか 詳しくしていただきましたが最終的には腹を立てていたっていうのがあってたんですね。<laughs> <laughs> まあまあまあそうですねそうですね。すね大雑把にはそれで正しいいと思いますでもね一応もうちょっと詳しく知りたいみたいなね感じのね片ように金玄はなぜ攻めてきたんでしょうか。家康さんに腹を立てていたからですって終わっちゃったらね解説動画が成立しないんでねもう少し詳しく説明してみました。 ありがとうございます。説明していただいたので、もうちょっと詳しく、他の人に聞かれたら説明できると思います。そうですね。ドラマの方ではね、同じように分かりやすいようにね、ああいう形で簡単になってましたけど、結構いろんなね、勢力が入り乱れて、いろんな関係が変化した上での、結果、家康を攻め、信長を攻めっていう信玄さんの、まあ、進軍だったんだよっていうことでね、基本ドラマの通りに、<ん>家康さんに腹立ってたんだな、信長さんもう手切っちゃったんだな、でいいとは思うんですけど、一応まあ、解説動画なんで、 裏事情みたいなものをお話ししてみました全然出てこなかった人たちもいるのでね実はそんな人たちもいろいろと頑張ってたんですよ出てきてたんですよみたいな感じでねご説明をさせていただきましたこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いしますツイッターもやってますのでよろしくお願いしますメンバーシップもやってますではまた次の動画でお目にかかりましょう関西にはお寺いっぱいあるけど そのお寺の一つ一つが、うちは信長派、うちは信玄派って言ってたの お寺はたくさんあるけど、何々派で分けるとそんなにはないじゃないですか。比叡山なら比叡山派とか、幸福寺なら幸福寺かっていうんで、まあ大きいところっていうのは、比叡山幸福寺の旧勢力っていうのと、まあ信仰であった一向宗とかのね、本願寺派の勢力っていう形なので、そんななんかその宗主の人たちがいろ集まれって言って戦ったりするんで、一個ずつが遠江の国衆みたいに、俺どっちつこうかな、この際だから比叡山の方に乗り換えようかなとかうそういうのはさすがにお寺ではない。お寺はやっぱり宗教で縦関係しっかりしているの でそっっちに行くって感じですねだからまあ今回も石山本願寺の権威の方が信長と戦うって言ったらまあみんな信長と戦うってことでね各地のいわゆるまあ信者さんも集まってきたりなんかもするわけ。 本山が言ったら、ええー、俺、信長早いのに家康に着くのっていうのになるわけですね。いや、信長さんと家康さんは同盟結んでるから、別れ別れにはならないけど、反信長に着くっていうのに言われてるのに、いやいや、信長さんに着きたいっていうのはね、ちょっとなかなか難しかったんじゃないかなと思いますね。いろいろ複雑やね。あと、信長さん、人を信用しすぎと思ったけど、お寺まで信用してたんですよね。 そうなのよね。結構、信長さんってさ、まあ、比叡山焼き打ちがあるんで、すごい宗教勢力弾圧してたとか、宗教を無視してたみたいに,に言われるんですけど、そんなことは全然なくて、要は、信長さんがおそらく日本で初めて政教分離をしようとしたんだと思うのね。 つまり、宗教は別に認めるのよ。宗教は全然おってもいいよって、宗教っていうのは人の心を救うもんだから必要だよねって言って、信長さん自身も戦いの前に終わった神宮行ってね、戦勝祈願をしたりとかしてるわけなんですよ。ただ、宗教勢力が政治に開催してる、まあ、比叡山とかね、旧自社勢力っていうのはもうかなり朝廷に深く入り込んでて、政治力っていうのがあったので、それは違うだろう。 宗教は宗教で、世の人のために心を救う方に専念して、政治には口出すなよっていう風なスタンスだったので、それで揉めたんですよね。宗教弾圧をしたっていうのとはちょっと違うんだよね、実は、ね。早こしい。天国時代からもうちょっと単純にしてくれとか思うけ ドラマはかなり単純だいたいいつでもねそこまで複雑にはやらないからね信長政教分離の話を取り上げた大河は多分なかったと思うんですけどあったら良ければコメントで全部ね詳しく見たわけじゃない信長の政教分離に光を当てたドラマがこれですよっていうのがあったらちょっと教えていただきたいです見てみたいいと思います。<laughs>